どうもこんにちは。今日は昼です。飲んでもいませんし、一応メイクもちょっとしてます。というのはですね、ライトな感じで始まったんですけど、結構私今緊張してまして、なぜかというと、これから会議があります。何の会議かと申しますと、おともにさんとなんと共同でビールを作ることになりました。おともに大島でですね、だからもう私の作りたいビールをなんとおともにさんとコラボで作ると。今日これから早速その第1回のミーティングが行われるわけでございます。最初の最初なので、まあ、今日は本当初めまして、いつも使わせていただいています、ありがとうございますという気持ちを伝えつつですね、ざっくばらんに本当にちょっと本当に基本的なコンセプトとかできることとか話し合っていきたいなと思ってます。緊張してます。まあ、そのコンセプトとしてガブガブ本当にごくごく飲めるやつ作りたいっていうのは一つの案としてありますっていうところですね。なんかもうこんな感じで本題に入っちゃった。いやもうね、ちょっとね、今日は本当に楽しみだった。マジ考えてたら本当に楽しくなっちゃった。僕ら的にはだからアジェンダ3つぐらいで考えてて、で、まあ、1個目はまずセット内容について、あとは企画のところ、企画で主に2分割で考えていて、まあ、1個先ほどお話しいただいたそのコンセプトの部分、まあ、どんなコンセプトの、ビール作りますかっていうところが、まあ、一番結構重要かなと思っているの で、最後にその味の方向性、じゃあ実際そのコンセプトにももちろん沿っていることがいいし、まあ、飲んでうまいがやっぱりいいので、どういう味の表現の仕方だったらこれ沿っていくかなみたいなのを洗い出していけるといいかなと思っています。イメージとしてやっぱ夏っていうのは私の中で大きいなと思って、その外で日中飲む、私は結構そのごくごくライトな感じで、日中も汗かけながら水分補給ビール出て、まあダメだけど、そういうイメージで飲むっていうのを、一つもう考えてたんですよ。日中にベランダとかテラスでごくごく飲みたいビール、あとはやっぱそのビール嫌いな人ってすごい私の中でも結構いるんですよね。でやっぱりさ、苦味が嫌いとか、私そのなんだろう、感覚もすごく分かるんですけど、それでもやっぱり飲めるよねっていうのを目指したい、なるべく、っていうのと、あとはレモンサワーにとって変わる印象がいいなと思ってます。私ビールものすごい飲むんですけど、すごい結構そのなんだ、飲む友達と一緒に出かけて昼から出かけたりすると本当に容赦なくずっと飲んでんですよ、ビールを。でその友達もビール大好きなんで、で1泊2日で女の子2人なのにビールずっと、もう本当に軽井沢に行く、1泊2日で軽井沢行ったんですけど、行きの新幹線からずっとビール飲んで、で軽井沢着いて軽井沢の地ビールずっと飲みながら買い物して、で夜宿でずっとビール飲んでてっていうのをやってたんですね。で次の日帰る途中でなんかアウトレット行ってビール飲もうとしたんですけど、ちょっとビールヘビーってなって、でそこでレモンサワーを選んで、そこで飲んだレモンサワーめちゃくちゃ美味しかったんですけど、生搾りレモンサワー、なんか悔しかったんですよ。なんでここでなんかレモンサワー選んでんだろうと思って、ビール好きなのにと思って、でだったらレモンサワーじゃなくてそこはこのビールで行こうよっていうライトさと爽快感っていうのが、いわゆるチェイサービールにちょうどいいのかなっていう感じはしていて、なるほど、ちょっとセレクトの方は重めに、そうですね、セレクト、そうですね、セレクト3本重めにして、で、チェイサーに使ってねっていう飲み方でもいいし、ビール好きな人はもう昼に3本からっと飲んじゃって、で夜はもうしっぽりビールをと一体して楽しみましょうみたいな感じでもいいし、よくそのペアリングっていう意味で、そのビールをペアリングするビールってなかなかないので、なるほど、面白いかもしれないですね。なるほどね。そうね、ちょっとはぁって思われるかもしれないけど、なんかすごいのんべえ感が、のんべえ感すごいですよね。だからもうなんか強烈に飲む人はぜひビールのペアリングを楽しみくださいっていう感じかな。そうですね、
しいですね楽しいですね、これは。次回の目標は商品名決めるということで、これから決めてそうとしては、商品名決まったらある程度もう作る先、僕らが今度出してそしたら多分それで決まるので、あとは残りのセレクトの3本の方をどういう組み合わせで決めましょうかっていう、もう悩みそうだな。大体そうですね、自分の決まんないと逆にセレクト3本なかなか難しいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は第2回の商品会議ということで、はい、第2回がついに始まります。第1回から相当盛り上がったんで、なんか第2回どの程度決まるか、進むか楽しみです。商品名とかある程度あるみたいな、あ、作ってみて、はあ、でもなんかしっくりくんのが、とりあえず思いついたものをドラーって書いてきたんですけど、あー、このイメージだなと思ったのがスラッシュ、スライダー、なんかこうウォータースライダー的なイメージだなと思って、水がすごく勢いよく流れるイメージって何があるかなと思った時に、なんかウォータースライダーがまた出てきて、あ、まあ、確かにあのイメージだなっていうふうに思って、うん、スライダーって出てきたんですけど、スラッシュもなんか音の感じが爽やかでいいなと思ったんですけど、こう意味を調べたら切り替えるみたいなっていうとこかな。まあ、20個ぐらい考えてきたけど、なんかピンとこないからピンとこないからね。一応上げてきますね、なんか浄水器の浄。あー、浄の浄。あとなんか四字熟語系でないかなと思ったら、シャシャラクラクっていうのがあって、山水に酒じゃないんだけど、酒の下一本ないみたいな、それがなんかあっさりしててこだわらないみたいな意味で、シャラクっていうのがあるらしいんですけど、まあ覚えらんないんで、ここら辺は多分違うと思う自分の中で吸って入ってきてちゃんと覚えられるやつの方がいいなって思うので、忘れるのはやめようって思ったんですよね。名前でだいぶ変わるなぁ、すごいなぁ、ね、結構これなんか煮詰まることも多いと思うんで、ね、そうだよね、だからもう一回頭を、はい、そう、ニュートラルにして、どうですか、はい、やってみてなんか方向性とかが入って迷いました。どんどんむずくなっていくなっていうのがあるし、まあ商標とかね、あとやっぱそのもろもろ使えない言葉みたいなのっていうのがちょっとなんだなっていうのがちょっと分かったので、ちょっと考えます。はい、ちょっと一回多分離れた方がいいと思うので、はい、一、はい、回ちょっと、はい、またいいのがあれば。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ザーッとこう、キャリアの水泳の洗浄機のように、ザーッとこう、色も